ミスってるよね。坂さんのせいだからね。もう一体入ってるからあれ、リムの下引き分け引き分け、いや、今サッカーだったんだよ。あ、そうだっけ。1個前。あ、そっかそっかそっか。4-5、4-1。あ、じゃあ同じだ、勝ち点4だ。確かね、そうだ、あっちは坂さんのところが引き分けいっぱいだ。そうだそうだ、だから4-4-1-1か。そうそうそう、これ坂さんのところ勝つと勝つ並んじゃうから、3つ並んじゃうんだよね。だでも並ぶとうちは引き上げで OK、 1位通過だよね。だから引き分けぐらいがちょうどいいんじゃないですか。はい、ナイス、さすが吉川さん。引き分けると引き分けだと引き分けるとグレーが1年2分け2分け1敗そうだよね。で勝ち点2でしょ。うちはもう1回勝ってるからで、ここには勝つけど、そうそう、赤に負けると赤が4になるんだよね。だ結局ここ引き分けだとうちが1位の可能、あ、3位の可能性も出てくるよ。赤っていいんだ。赤勝ち点1でしょ。1か、うん、だからどっちにもどっちにも転ぶ気もする。はい、ちょっと勝ち点計算してるとさ、ボールを追うの忘れる。ボールを追うの忘れる。今日はやっぱこのズレがやっぱり、そうですね、そう、収まらないよね。世界一落ちろ。滑った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 僕頭下げてくれ。僕頭下げてくれ。ありがとう。若干ね、ラインギア映らない。えい。グレーボール。グレーボールです。グレーボールです。ちょっと本当に。お前。あと何分ですか、堀さん。2分20秒。結構あるわ。さっき頭取られちゃった。そうそうそう。あ、ゴー君の頭しかなかった。頭しかない。練習をしよう。あと行け、あと行け。おい、強引。
いっと。シュートシュートシュート。いや、ナイス。1-0だっけ。いいの1-0ということは勝ち点7が確定出るわけだな。これ1つ決めれば同点。まだまだやるよ。チャンスだ。チャンスだ。下がー。ナイスマッサー。ラストアップで、ラストアップでいきます。ラストアップで。いや。